メインの真ん中です。藤宮、犯人見てない？犯人は見てないですけど、シェリフです。今記録が上がったところなんだけど、うん、そうだよね、多分そのくらいで。はい、竹尾です。今緊急で生放送開始しました。よろしくお願いします。普通に予定しとけよ。フルメイト、シェリフ。これはお、おまおじ、おまおじたく、ナイス。神ボク。どうだね。あとミンビチェミした。お。高木くんシャワー遅くね？あ、僕入りが遅かったんで。入り。入り遅い。入り遅かった。シャワー入り。なこれ。かっこいいな。それそうか。まあ。ケンさんシャワー早そうだけどな。あ、確かに。豆2、2、6、7、5、2、6、7、5、3、1、2、3、4。お？うわ、あらま、昇降機右で死んでます。で、アーカイブ左のドアを僕と高木さんが一緒に開けて、僕がちょっとアーカイブの中うろうろしてたんで、高木さんの行動が怪しくて死体がないか、でその後昇降機右に行って死体発見なんで 100% ベントで逃げてます。あとすると、今一応トータスさんがメイン左側から走ってきたんですけど、どこから来ました？家事タスクやって下の、ベントタスクやって、そのまま右へ直しに行こうかなって感じ。まあエレキにいましたよ、うん、ごめん、今停電買っちゃった人いる？います。真ん中ゲンです。真ん中、あー言われちゃった。私最後に見てた。貨物にゲンさんが先にいるのを見てます。私が出る時にゲンさんが先にいました。お前を探って、展望ですね。じゃあおまおじさん届かなそうです。コックピットにいるよね多分。俺コックピットでダウンロードした後、今コックピットの扉が閉まってるのを確認してる。ケンです。バイタル情報があって、停電中にはまだお二人とも死んでいません。うん。バイタルに高木さんは手で直してって。そう、生きてる高木さん見てるからアーカイブで。いや、めっちゃ直近だと思うな。もともと昇降機右下に待機してたか、ベントリ来て切ってどっか行ってるかな。待機してない。ホンダスク一緒にやってました。あ、違う。インポスターが昇降機右で待機してるか、それはある。ベントで切ってベントで帰ってるかにしか見えないステージ。僕スーパー怪しい位置にいるんですけど、エレキでゲンさん、ドータスさん、タキオさんの3名とすれ違って、その後僕上がってメインの8タスク、ベントタスクをやって終了で、トータスさんと会ってないんですけど。ないな。一応、扉情報見えます。メインエンジン間は閉まってます。だからなんか、トータスさんと出会ってないのが不思議やなぁとは思ってます。ね、うん、自主点は。高垣さんの死にはあるんでしたっけ？あ、アーカイブである。アーカイブで見てる。逆に、ネロちゃんが。高垣さんリポートだっけ、今回。そうそう。あ、ネロちゃんか。ネロちゃんがない、逆に。ネロちゃん右っぽそう、あ、左っぽそうな感じですね。で、まあ、左4人湧きっすよね。あ、4人湧きやったっけ。結構湧いたね。イズメ、オマ、タケ、キッチンだよね。うん、そうそう。貨物湧きがアルフジモモでアーカイブにトスタカがいたから、うん、右もちょっとどこなんだろうってなる。もう一手で直したとおまおじさん厳しそうな気がするけど、名屋さん行ってんの見てるからな、コックピットの中に。うん、扉だけ見てもらえればコックピットの扉閉まってると思います。了解です。セリフ使用しとくか、足点分かりやすいだろう、その方が。
まあ僕多分めっちゃ挟まれてるから治療しなくてもいいっちゃいいんだけど。あら、はい、メインの真ん中です。藤見は犯人見てない？犯人は見てないですけど、シェリフです。今キルプール上がったところなんだけど、うん、そうだよね多分そのくらいで。だから藤宮が犯人見てないとちょっとおかしいか、うん、僕階段から上がってメインの真ん中なんで、メインだったら見てなくてもおかしくないかなっていう。アルメーモも無理です。アルメーモ、エレキからアルマシェン、アルモモで、トータスさんはね、エンジンの上に行って、僕がエンジンの左に行って、米サボの前のドアにいるんで、僕が今。あ、じゃあ無理だ。レンタケをミーティング。はい。メイヤさんは武器庫上で見てます、ドア越しに。オニキが例えば、その、おまおじさんを見てるってことですか？いや、おまおじさんは、藤宮と一緒にエレキで勝ちタスクをやってて、先におまおじさんが抜けてる形になります。で、アルモモも先にエレキから抜けてるはず。伊豆さんは？アルモモはもうエンジン。僕行ってます。僕アーカイブ、貨物脇やったはず。で、アーカイブ行って、コミサバが入ったから昇降機右から左に行こうとしたらヌーンがなかったから戻って、アーカイブシャワー館の扉開ける、ゴミ箱タスクやる。で、最後メインシャワー館の扉を多分開けて終了です。なんで近いです、現場には。私コミチとコミサボ中ですよねこれ。うん。コミチとのローラーでいいかなと思っております。私も貨物を見たけど伊豆さん見てないけど。貨物じゃないか。伊豆はマットっぽいんだよな。伊豆さんがなんか入りに来ようとしてるからすごいマットっぽくあるんだけど。コミサボじゃあ直したいです。来なかったら釣ってください。釣ってくださいっていうかまあシリフ講師してもらって大丈夫です。ごめんなさい貨物だけじゃなかったかな。でも確実に確実にでも後半の行動は合ってます。現在竹雄さんって多分ジメさん来る伊豆さんマットで追ってます、はい、僕はそう思ってる。もう犯人見てないとおかしいぐらい の、うん、あの時間だったから。藤郎伊豆京だったらトータさんめっちゃ白いなって思う。まあ伊豆さんつって今日だった時がまあ困りますけど、とりあえずまあ米サボ中なんで伊豆さんからつってみて結果を見てほしいです。んそうなの、まあ、米サボ中に僕がマットっぽい俺を釣ろう。いやだってどっちにしろ米サボ中だから別に良くない。それと俺がコミサボ直さなかったら、俺が来る伊豆さんが、まあどっちも釣るから藤宮から釣ろうかな。いやなんでそれで伊豆さんマットで藤宮クルーをなぜケアしないんですか。うん、僕クルーで伊豆さん今日だったら負けますよ。うん、うん、ちょっとよくわからないですけど、うん、なぜ伊豆さんのマットを見ない、うん、いやちょっとマット見てるからあのギリギリまでコミサボ中だからマットを先にすればよくないですかって、色を見てからっていう。ギリギリまでコミサボを待ってほしいです。僕は直したいです。いや伊豆さんがマットだからって藤宮があの白にならないんだよね。うん、はい、あ伊豆さんが直しましたね。直して、うん、伊豆さんがマットの場合、あの藤宮が狂うっていう風にはならないんで、僕視点ではそう。まあ、どっちも釣るっていうのが。逆にだから藤宮マットの線が怖かったから藤宮釣りは安定だと思いましたけど。うんうん、あ藤宮マットであの即レポで場所ずらしとかもある可能性があったから。だって初手切るって藤宮って囲われるんだっけ？さっき聞いたやつ。このターンって僕釣る予定ですか、竹雄さん。一応釣ろうかなと思ってるけど。あ、じゃあ最後の方だけ時間欲しいです。あ、もう先行っちゃっていい。あ、まあ時点やっぱりトータスさんとすれ違ってないのがなんかおかしいなと思ってるんで、うんうん、トータスさんは陣が嫌とは思ってます、うん、個人的には。でトータスさんを見たのは藤宮っていう話があったと思うんで、うん、藤宮さんが俺の中で陣外なんで、藤タスの二陣外は全然あるかなと個人的には思ってます。で僕は今コミサボ直したんで、フジーズをローラーすれば確実に一郎が釣れるって村的にはなると思うんで、うん、トータさんを自分視点で陣外と出しとくんで、最終的にマットかインポスター判断するか村の皆さんにお任せします。さっきのは多分あ貨物脇は間違ってないです。
サントスさんが貨物の木らしいんですけれども、じゃあ見忘れてる。後半にアーカイブに入って最終的にシャワーメインカーの方に行ったと自分の中で記憶しているので、うん、そこは結構自信あります。以上です。 俺も貨物分けでしたいってサントスさんだけ見てるけど伊豆さん見てないな。まあすぐいなくなったら一応整理すると思う。タスクがかなり厳しいと思っていて、ここで伊豆さんを釣った場合は僕はもうトータスさんまで釣るかなって思ってるんですけど。そう、まあ、さっきのキルできやんっていうこと以外は、うん、まあ伊豆さんとは明確に1対抗なんで、まあネロちゃん側のキルがラストウルフになる。今まで伊豆富士宮トータス側って多分そのアルマさん視点でのベントキルの容疑者洗ってるから、そうですね、ネロちゃん側がおそらく左にいて分かんないっていう話をしている。あのターン左にいたのって結局どなたになるんですか。メイオマ、メイオマ、メイオマ、イズタケがキッチン脇。ただおまおじさんが僕に言ってくれてたと思うんですけど、コックピットに入ってすれ違って最後の方にね、多分僕釣りになると思うんです。せやさん遺言だけ優先で、トータスさんマットかもしれない。トータスさんが釣る日が来たら絶対ボタン押しに行ってください。じゃあトータスさんエンジン来て、ボタントータスさんエンジン来て。あ、はいはい。ちなみにボタンはもう使ってます。最初に押しました。タスクが厳しいからもうどっちにしろ釣り進行。来ないね。来ないっす。来ないっす。おたさん来ないです。中野アルムどこ行ったの？サントスさんはカメラ見てました。セキュリティです。ああ、そうなんだ。まあ、トータスさん人外確定だけど、どっちか分かんないな。そんなことないよ。タクすね、そんなことないよ。これは、昇降機、右で停電直してます。中野アルマって、うん、はい、どういうルートでミーティングボタン？オニキとエンジンにすれ違った後、左にめっちゃタスクが固まってたんで武器庫でタスクやってたんですけど、停電が長かったんで、でオニキのレポートも入らなかったんで、トータスさん来てない読みでもう一回ミーティングに戻ってボタンを押してます。あれ、ルマさんって隠しろじゃないのか。まあ初手キルの容疑者を釣ってるっていう観点で白く見てほしいなぐらいしか出せないですね。初手キルは高垣さんレポートで、富士、伊豆、桃まで狭めた人間だとは思ってます。それでなら俺もおまおじさんから結構白もらってると思いますけどね。そもそもネロちゃんが左にいるかどうかっていう話もおまおじさん疑問に感じたと思うから。いやなんかね、違和感がすごいあって、エンジンでなくなるまで見てて、で停電になって、でゲンさんと会って、で、うん、あの治ってだいぶ時間あってからボタンだったから、セキュリティキルしてからベントで戻ってボタンなんじゃないかなって思っちゃうね。ああ、僕を疑ってるの？ああ、うん、マジか。でも僕が相方位置だったらアホすぎません？初日のキル高垣さんをレポートして、フジーズで結局連れてる判定取るんだったら、相方位置で僕はちょっとあんま現実味はないとは思います。ただカメラも結局10秒しか見れないから、サンドさんがずっと責任いたかどうかわかんないです。キッチン本部には来てないですけどね。どうしよっかな。俺はエレキにいたよ。まあ純粋に名門のどっちかだと思うけど、え、これマジでわかんないよ俺も。ゲンさん直してないよね、停電。直してないです。開いた瞬間全部上がってました。まあ、トータスさんは人が核なんだよね。エンジン来なかったんで核ですね。そんなことないよ。ちょっとごめん、わかんないわ。トータさんマットっていう伊豆さんの証言を信じてメイヤさん釣るか。ね、
ああ、うん、なっちゃうか。そしたら、トータスさんインポスターにかけるわ。アルマ白っぽいんで、アルマじゃなくてトータスさんかな。トータスさんに投与しておきます。そんなことないよ。まあでも、マットがいなければ大丈夫。原産マットだけ警戒かなって感じですね。あぶ、怖っ、怖すぎる。さんの最後嫌やったら。いや、初手トータさんと奇跡的なつながりを。そうそうそう。ベントからピョコンって出てきたから。これは強いわ。でした。いや、でも最後ね、俺停電直さなければ多分2キルいけたんすよね。そうね。ワンチャン2キルね。惜しかったね。最後、獲物を探す名屋さんをシャワーで見て。停電直した方が白くなれるかなと思ったけど、ダメか。悔しいな今。まあ、たまたま気しますけどね。普通にそれで白取れる可能性もあったから。うん、たまたま。